皆さん、おはこんばんちはです。パパスです。今日は MCP51 プロモップスさんですねのバッテリーを交換していこうと思ってるんですけど、他の車種、サクシードとかトヨタ系やったら一緒になるのかな、こういう感じのの人も一緒に見れるので、よかったら参考にしてください。お願いします。ではバッテリー交換していきます。まあとりあえずちょっとな、見にくいから OK。 いつもねな、ちょっと電気かし、はい、よいしょ、ボンネットな、はい、まあ、これは間違えへんわ、はい、この OB 実やねんけど、はい、市販で売ってるやつは、はい、うん、このつけるところが多分こういう感じになってないとか、なんか違うバッテリーに差し込みとか、はいはい、この差し方はちょっと参考になれへんかもわからんけど、はい、まあ絶対にどっちかしか入れへんからね、うん、そういうことね。車のボディの OB リーズ差す場所ですね、うんうん、その形した白か黒が出てたからね、うん、確実に奥まで差してもうて、はい、ボンネットはトヨタのマークの上ぐらい、うん、ここで出た出るとこ、はい、よっしゃ、 OK、 バッテリーはここです。おお、うん、何やろうな、なんか上のような気もせんねサイドブレーキですね。え、サイドやんな、これアクセルワイヤーか、アクセルかな、オートマかな、アクセルやん、ね、ちょっとなんかオースト、うん、で、うん、まあ、捨てより先にアースを、はい、マイナスの方に外してもらう、はい、よいしょ、でちょっと緩めに、はい、うん、ちょっと確認しようか、多分こうやと思うね多分ついてた通りにつけてください、前の人がはい、こんな辺、はい、当たらんようにね、一応保護してください。で、ステー取っていきます、うん、このステーは均等に緩めた方がいい、ほう、両方になってるやつ、ね、うん、で、ちょっとこれやりにくいのが、はい、こっちはボディに、はい、うん、ボディの方にしの字が、はい、かかってるね、かかってる、うん、こっちちょっとやりにくい、キャンの、うん、こっちはこの見にくいんだけど、この穴が、あーはーはー、あ、穴があんのか、あそこに、あとで、あとで鏡かなんかで、はい、で、こっちが外してもうたら、うん、こうかな、アクセルワイヤー、はい、ここちょっと外してもらって、はい、うん、で、結構これは、うん、このプラスに、この背が当たりそう、ちょっと用意、金属なんでね、やるときマイナスをすぐ外してほしい、はい、うん、で、プラスを、はい、全部透明やんな、うん、透明、ではちょっとカチッとこのキャップをして持ってから、うんうんうん、うん、やった方がちょっと安全、より安全、うん、はい、取れた。で、はい、もうちょっと長いやつつけれるからな、うん、うん、お皿が長いってこと、うん、これです、うん、下の皿が長いから、うん、あ、ごめん、そういうことね、うんうん、ちょっとこの、はい、こんだけまだ余りがあるんだ、こんだけ、うん、ほら、この52とか、うん、ちょっと長いやつで、うん、まあ、B 端子で、うん、24とか、はい、でも OK だし、この R だけ間違え、はい、だからそのサギちゃん側から見て、こう見て、端子が遠い方にして、はい、右側がプラス、はい、これが R、 R、
L やったらこっちがプラス端子。ライトレフトです。うん、このクリーナーボックスの。あ、おった。ここです。ここちょっとこれほんま見にくいから。はい。反対側こっち側ボディの横穴開いてるけど。そうですね。見えやすいけど、ほら、これでございます。これね。手をつけていきます。先の穴に入れてください。これちょっとボディからかけた方が、うん、こっちからかけた方がやりやすいかな、うん、ちょっと端子に近いや、うんうん、怖いなこれ当たったらねショートするから。はい、結構今こういう感じで見るところとか書くところが見えへんから、はい、そうですね、ちょっとこの素手で合わせれるんやったら、はい、ちょっと避けてもうて、はい、これで当たれへんのと見えんのと書けんのとね、うんうん、はい、ネジは均等に締めていってください。まあ、あのちょっと青サビとか、はいはい、ちょっと幸福から、うん、まあ、そういう帽子でちょっとグリス塗ってもらって、はい、グリススプレー、これも結構グリス塗ってるやろ、ベチャッと、ね、うん、そう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 、思ってた。でこういう場合のほらちょっとなんか奥に入れへん、だから結構緩めとけんかったらここね、これ、この部分、うん、この部分、これを、はい、必ず奥まで入れてほしい。はい、こんな感じで奥まで入りました。ここで、結構これ緩んで、はい、要マイナスとかあるけど緩んでバッテリーが上がる車もちょいちょいあるからな、多分自分でやってると思うんだよな。できんことないからね、やってもいいけど、奥までやって、はい、きっちり締めてもうたね、はい、締めすぎもあかんねやな、うん、でもこれな、ここがあんまりくっついてんのに、うん、締まれへんのに締めたらネジが、うん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 、でちょっとこういう回転して持って、うんうん、動けへんくなったら OK です、うん、で最後にサビ止めでグリススプレー、うん、全体にな、この端子とか、うん、線の際ぐらいまで、うん、さっきこれを、うんうん、白いところにつけるのが一役だ、はい、うん、今印ありましたね、うん、でこれは多分こっちじゃなくてこっちやと思う、下を通す、こっちもほら、うん、奥まで入れへんから1キロ、はい、仕上げで、日付書いていきますね。私書いていいの ?25 やったから。え、そう、今日、うん、3年、うん、6月やな、うん、6月やで、ね、ちょっとあれやけどな、はい、まあ、3年6月だけ書いてると思う、うん、こんな感じで、まあ、こんな感じでな、はい、あかんかったらこの辺とかに書いて、うん、見えるとこに書いてもらったらね、うん、だからこれ、はい、書いてない、書いてなかった、だから、ね、うん、いつ書いたかわからない、そう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 、だいたい3年から4年ぐらいの目安でバッテリーを変えてもらった、うん、弱くなってきた時とかわかるんかな、なんていうの、ちょっと今のやつわからへんかも、
あ、ほんま。これで一応確認して OK。 はい、で、オービット抜きます。はい、で、抜くときは、うん、このいびつな形してる方からいびつ、うん、抜いてもらって、はい、こっちからな、うんうん、で、最後にこれ、はい、うん、これで足がソケットから抜く人やったら、はい、うん、先っちょが、うん、こっちからの電源でプラスが流れて、うん、ここにマイナスが来るから、うん、こういう鉄とかキーシリンダーとか、うん、このシートのネジとか、止めてるネジとか、このここさえ当てへんかったら大丈夫だけど、うん、結構当てるからな、うんうん、当ててダイナモ飛んだりとかしてるから、うん、それは怖いですね。それはちょっと注意した方がいいかな。いいかな。ええと思う、私も。それぐらいかな。それぐらい？それぐらいな、うん、あとはまあテストあるんやったら、はい、ちょっとエンジンかけてボルト測ったりとか、はい、エアコンかけてみてとか、うん、で、オビジットつないで供給入れててもナビのトヨタとかやったら、このバックした時に純正ナビとかやったらバックモニターでね、そうこう車の進む位置がこう、うん、線で出てくるやつや、うん、まああれが狂ってなかったら大丈夫や、うん、あれはハンドル回したらね、こうなるから、それで見てもらったらと思います、うん、まあこんな感じで、プロボックスですが、サクシードさんとかも一緒にできるので、よかったら皆さん参考にしてください。お願いします。では、いいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。